カツオの冠はヒドロムシズナの軍隊性クラゲの一種。段階性、外洋性で黒潮海域に生息する。しばしばカツオの群れと一緒に見つかるのでこの名がある。鍋蓋状の気泡体の上に三角形の方を持ち、風に乗って移動する。下面には、雪地専用の個体である栄養体。周縁には、餌捕獲を行う食手状の個体である緩食体を持つ。 水平板の周焉は鮮やかな青卵色で中央は無色透明。気泡体の年輪状の模様の中は気体が入っており、それで水上に浮かぶ。完全に水面を突き抜けて気中に顔を出すのは大部分のクラゲには見られない特徴である。触手の四方に刺されると激しく痛む。砂浜に打ち上げられたカツオの冠打ち上げられたカツオの冠の拡大カツオのエボシや 近縁の銀貨クラゲと共に黒潮に乗って下記に日本に近づく。台風の後などよく砂浜の一箇所にまとめて打ち上げられていることがある。なお、このクラゲは軍隊性であるため、下ク,クラゲ類に所属するものと考えられてきた。しかし、生殖個体として小さなクラゲを作ることから、クラゲに見えるのは浮きを持つ軍隊性ポリップであるとの判断となった。浮きを持つ 固着性動物の群体というのは奇妙に見えるが、現世ではともかく、古生代の筆石や海ユリには似た例が多く、知られている。現在では、生殖個体の形質からくらげ目に移されている。ありがとうございます。